頭の中やべえなこいつやっぱ一瞬でもおこいつ大人っぽいなと思ったのがバカだったわ。ひょっとして、いえひょっとしなくても慰めてくれたんですね。慰めるのとは違うかな。もし慰めるなら先生の胸にカバッと抱きしめてるもん。いやそれもいいな。なんか散財チックだけどね。だから今のはね、後悔してる暇があるなら前を向きなさいっていう気合を入れた感じなの。前を向きなさい言うてもね、ゆずきが欠員となると明日のデモンストレーションどうしようかっていう話になるよね。これまた副会長うるさいんだろうな。反省はしてもいいよ。そうじゃないといつまでも成長できないからね。でも後悔はしちゃダメ。ああしとけばよかった、こうしとけばよかったなんて話は意味がないんだから。いやなんか人生経験の差を感じるね。高校生にこれ言っても響くかどうかわかんないけどね、ちょっと心が大人な主人公には十分響く言葉だろうなきっと。先生。何？俺今初めて先生のことを先生だと思いました。確かに俺も今までブロッコリーか草むらだと思ってたわ。それじゃ今までなんだと思ってたの？何ってそれは結婚願望が強すぎる人とはさすがに言えないし、例えて言うなら先生のようで先生じゃない人と言いますか。まあでもそういう人の方が生徒からの受け良さそうだけどね。あ、それってもうこれ以上先生と生徒の関係じゃいられない、だって俺はお前のことがみたいなやつ。頭の中やべえなこいつやっぱ。一瞬でもおこいつ大人っぽいなと思ったのがバカだったわ。まあそこはご想像にお任せします。いやそういうとこ否定しとけよ。ゆずきもそうだけどなんではぐらかすんだよ。また放送部が目をつけるぞ。今回ばかりはいつものようにおちゃらけて突き放すつもりにはなれなかった。この人普段からこうならいつでも結婚できるんじゃないか。あーなるほどね、黙っとけばみたいなね。喋り出すと残念な人みたいな。そっか。そんな先生は今にも踊り出しそうなくらいご機嫌だった。自宅に帰ってきてすぐにシャワーを浴びる。汗もたくさんかいたがそれ以上に冷水で一度頭を冷やすためだ。俺にできることか。いや難しいよこれ。ソロむずいね。トルコライスの時もね、ゆずきは一緒に行ってし、なんなら料理担当で主人公以上の活躍をしてくれたのがゆずきだからね。そのゆずきがいないってなると本当に動きづらいと思うな。よし、まずはこれからするか。おう、もうお店に来たんだ。これからするかつってゲーム始めたらどうしようかと思った。どうしてもダメっすか。申し出はありがたいけどボーイにそんなことさせられないわよ。それじゃあ駒形のバイト代の分俺が飲み食いするってのは。そっちの方が無理よ。それならさっき言ってたミスユズキの代わりに働くっていう方がまだ現実的だわ。あーなるほど、バイト先の穴を埋めるっていうのもね。いや主人公そこまで働くんだ頭が。じゃやっぱりそれで、こう見えて皿洗い得意なんすよ。この前も学食で散々洗ったんで任せてください。なんなん、そんなことしなくていいから今日はお家に帰ってゆっくり休みなさいな。いやもうこういう人格者が店長になるべきだよなやっぱり。このゲームに出てくる大人で唯一まともだよな。明日大事な用事があるんでしょ。知ってたんですか。ミスユズキがねバイトの休憩時間に踊りの練習してたのよ。それで気になって聞いたってわけ。そんな隙間時間まで縫ってどこで休んでんのゆずきっていうぐらいだよね。まあ、休んでなかったからこそ倒れちゃったんだけど。もう努力家だなゆずきが。でも私が聞いたのは明日が本番って話だけよ。まさかそんな大変なことになってるだなんてあの子一言も言ってなかったもの。我慢強いんだよね。セイラもそうだけどさ、なんか私頑張んなきゃみたいな感じでついつい突っ走っちゃうんだよね。で後々ブツンと電池が切れるというか、そういう節がねセイラにもあるから、この先セイラも倒れないかが心配なんだよな。自分に厳しいタイプっていうか、節目がちに言うその姿に店長も歯がゆい思いをしてるように感じた。もっと早く言ってくれればバイトのシフトくらい好きなだけずらしてあげたのに。いやもう店長がいい人すぎる。部下思いのいい上司って感じだね本当。普通バイトのシフトここちょっと開けてくれませんかっつったら真っ先に嫌な顔するのが店長だからね。まあそういうやつですからね。無理してるのに笑って何でもないよなんて言ってくる。いつも人に気を使ってばっかりで、そのくせ元気で前向きで。そうね、あの子が治ったら
会期祝いも兼ねてこのお返しにたっぷりからかってやるわよ。あ、からかう。だってずっとボーイと一緒に手をつないで踊ってたわけでしょ。もう住み抜けないんだから。あー、そういうことか。ちょっとニヤニヤしちゃうなその現場居合わせていいですかテレテレするゆずきが見たい。あ、いや、それは、だって、フォークダンスですしフォークダンスですしっていう謎の理論それは手繋ぐにカウントされないの？ミス・ユズキの手、どうだった？柔らかかった？うずいな、こいつ。いや、あるよね。正月とかでさ、親戚一同会して飲み会みたいなことするときに、ちょっと親戚のおっちゃんがこうやって思春期をいじるみたいな。まんまその構図だね。不意にあの時の感触を思い出す。少しひんやりしてて、それでいて吸い付くような持ち肌で。いや、その少しひんやりしててっていうのがさ、なニュートラルのゆずきの手の感触じゃない気がするんだよね倒れる兆候だったんじゃないかなっていうのがあるんだけど、違うのかな。いつもひんやりしてんのかな。もうボーイったらお顔が真っ赤よ。相変わらず可愛いんだから。もうボーイはボーイでもチェリーボーイだからね、うちの主人公は。からかれてるの俺じゃないですか。俺を気遣ってか、いつものように接してくれる店長の優しさが胸にしみる。本当に俺の周りにはいい人たちばっかりがいると思うその周りにヤンキーたちは含まれないんだよねあと放送部あいつがいけない。本当に恵まれていることに感謝しつつ、ラプンツェルを後にした。駒形が復帰するまで俺が彼女の分も頑張ろう。とりあえず明日に向けてアピールの文言をもう一度整理して。ああ、トト、いかん、眠い。ものすごく眠い。せめて終わらせてから寝たいが、無理して倒れたらミイラ取りがミイラになっちまうし。当日どっちも欠員とかだったらさすがにネタだよな。すやすや、は、眠い目をこすりながら、お世話になってる人たちのために、そして何より一番頑張っている駒形のために明日のプランを必死に考えた。いや、もう努力家で集まってるんだよね。いい人たちが周りにいるって主人公言ってるけど、それは主人公君がいい人だからだよっていうのを言いたいわ。プライマルハーツみんなおはよう。わ、久々に来るよこれ元気たっぷりの皆さんのおはようございますが来ますね。朝のホームルームが始まる。始まんねあ、みんなのおはようございますないとホームルーム始まらんで。さて出血を取るわね。伊藤くん、井上さん。あー、ゆずき呼ばれるか、大丈夫か、いるか。片岡くんは野球部の遠征で、佐村くんと川内さんは吹奏楽部のコンクールで明日までいないんだったわね。ん、待って、佐村くんつったさってことは子を抜いてるぞ。え、駒形ゆずきいないかこれ。あと駒形さんはお家の方から連絡があって熱を出しちゃったから今日お休みですって。あちゃー、まあそうだよな、倒れるぐらい無理してたんだもんね。そんな夕方ちょっと寝ただけで治るわけないもんね。にわかにクラスがざわめき始める。マジかよ、俺ゆずきちゃんの笑顔を見るために学園に来てるのにお前動機不純すぎだろあれ、お前駒形さんと話したことあったっけ。遠くから見守ってんだよ、プラトニックなんだよ、ほっとけ。プラトニックとは何ですか急に知らない横文字出さないでくださいでもいるよね、なんかもう喋るなんておこがましい、見守るだけ、もうそばで見てるだけ、なんならもう遠くから見てるだけでいいみたいなね。ゆずきっち、いつも元気だかな。休むなんて想像できねえな、ちっと心配だ。でもこんだけザワザワしちゃうってことは、ゆずき本当に皆勤賞ぐらいのレベルで学校来てたんだろうね。そうだよね、駒形さんが休んだのなんて初めてだしね。初めて、すごいねそれ今2年生ってことでしょ。え、じゃあ1年生の時皆勤賞だったんだ。うわ、えら。俺が高校生の時なんてもう休んだり毎週月曜日遅刻して学校来たりとか、とにかく不良男子だったからな、そういうところに関しては。フォローよろしく。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらフォロー、コメント、いいね、マイリスト登録よろしくお願いいたします。では次の動画でバイバーイ。